今日のアクア。よし、そろそろかな。どれどれ。あち、おっとっと。おお、いい感じだ。ちょっと焦げちゃったけど、いい匂い。よしよし。温めておいたサバディンをよくほぐして、炊きたてのご飯にのっけます。軽く混ぜて、刻みネギ、とろけるチーズをのっけて、ちょこっとお醤油、バターをひとかけ、大葉と海苔をのっけて、できた！名付けて、サバッチー丼！なんちゃって。あ、お湯沸いたな。よし、改めていただきます。うん、おいしい。これはみんなに自慢できるな。ジャンクだけど、なかなかおいしくできたかな。次はみんなで来ようね。